ハイピラボルドも野球人です。今回はヤクルトの戦力外予想ということでございまして、戦力外予想シリーズ、ヤクルト編ね、見ていきたいと思います。助っ人の去就予想は以前お話ししましたので、今回は支配下の日本人登録選手に絞って、見ていきたいと思います。ではまずね、何人ぐらい支配下から外れるのかというところ、お話していきましょう。はい、ではまず戦力外人数ということで見ていきましょう。現在ヤクルトは支配下67選手ということになっておりまして、結構少ないですね、ヤクルトに関しては。3人ほどもうすでに空いております。で、ドラフト指名は10年平均でだいたい 6.3 人ほどということで、近年はね、結構少なめな指名になっておりますが、今シーズンは低迷しているっていうところもあるので、割と取ってくるのかなっていうのはあるんですけど。で、2つ目、FA や戦力外獲得枠で0から1人ということで。まあ、ヤクルトはね、FA あんま動かないんですが、まあ、戦力外は割とこう取っている球団かなっていうふうに思います。育成か試合かがっていうところはあるんですが、まあ、この辺はね、1個ぐらい枠は置いておきたいところかなっていうふうに思いますが。で、3つ目、育成昇格枠や、予備で4から6枠ほど毎年上げております。で、4つ目、外国人選手の挙手。5から6人体制ですね。まあ、毎年ね、このぐらいで始まっておりますので、当然来季もそういう構想なのかなっていうふうに思いますが。で、そしてヤクルトに関しては、すでにね、引退発表済みの選手が1人いまして、荒木選手。もうね、先日、引退発表されました。ということで、まあ、現在試合から66枠になるんですけど、そこからですね、さらに予想としては、9人ですね、試合下から育成落ちとかも含めて外れるんじゃないかなというところでございます。まあなので荒木選手合わせたら10名ほどになるのかなっていうところではあるんですが、まあそれでは具体的に選手見ていきたいと思いますので、ご覧ください。どうぞ。はい、ではまず投手組1ということで見ていきます。計2名ですね。1人目は大下優馬選手。プロ6年目、年俸が1300万円ということになっております。大下選手は2017年ドラフト2位指名、上位指名でヤクルトに入団。まあ大卒社会人というところもあったんで、即戦力というところを期待されておりまして、1年目は25試合に投げて防御率3点台。こうそこそこね、働いてくれておりました。で、2021年にも30登板で防御率3点台とですね、まあちょこちょこね、働いてくれていたシーズンっていうのはあるんですけど、まあただ去年はね、キャリアでも最低の10試合のみの登板。そして今季はですね、1軍登板なし。で、2軍でもですね、28登板で26イニング、3勝1敗、1セーブ、防御率が 7.62、奪三振率が 6.23、与四球率 2.08 ということで、まあちょっと2軍でも苦しい成績っていうのがついております。まあやはりね、こう年齢的にも30歳超えて、社会人6年目っていうところもあるので、やはりね、チームで見ても結構上の方にはなってくるんですよね。こうドラフト2位っていうね、高い順位の指名ではあるんですけど、かなり厳しいのかなっていうふうには思いますが。で、続いて2人目はですね、杉山幸喜選手、26歳。プロ4年目の選手です。年俸が680万円。杉山選手は2019年ドラフト3位指名で、創価大から指名した選手でございます。まあ、大卒3位っていうところで、彼もね、即戦力として、ある程度期待はされていたんですが、まあ、ただ1年目は登板なし、2年目は4登板、そして3年目の去年は1登板というところで、なかなかね、こう1軍での登板機会というのが与えられず、今シーズンも1軍では未だ登板がありません。で、2軍では9登板で10イニング1勝1敗、防御率が 9.90、奪三振率が 8.10、与四球率が 7.20 ということで。まあまだ4年目っていう立場ではあるんですけど、まあやっぱね、こう1軍での実績っていうのもない選手ですし、2軍で防御率9点台であれば、まあ彼も立場的には相当危なくなってくるんじゃないかなっていうふうには思いますので、まあ今回ね、入れさせていただきましたが、まあなので、まあこの2人に関しては、やっぱまあ2軍でも結果が出ていない投手っていうところ、まあやっぱね、ヤクルトは1軍の投手事情厳しいです。で、2軍の投手事情っていうのも厳しいので、なかなかね、2軍で結果出している選手っていうのも切りにくい状況ではあるのかなっていうふうに思います。で、その中でもね、やっぱ結果出ていない選手たちっていうところは、やっぱ率先してリリースされる対象にはなってくるんじゃないかなっていうふうには思いますので、まあ今回はこの2人ということでございましたが。で、続いて見ていきましょう。はい、続いて投手組2ということで、計2名ですね、見ていきます。まずは柴田大地選手、プロ2年目、年俸1100万円。はい、柴田選手はですね、大卒社会人、2021年ドラフト3位指名でヤクルトに入団。即戦力として期待されておりましたが、まあ、ただ昨年の1年目は1軍で1試合のみの登板。で、そして今シーズンは1軍で登板がありません。2軍でも38登板37イニング、1勝1敗、防御率が 5.59、奪三振率が 5.59。与四球率が 6.08 ということになっております。まあ社会人2年目、今年こそはっていう立場ではあるんですけど、2軍でも結果が出ず、この状態だとね、なかなか上にっていう話もないのかなっていうふうには思いますし、そうであればね、やっぱ整理の対象っていうところはなってきやすいですよね。で、まあ彼に関してはよく言われるのは、育成落ちになるんじゃないかっていうところも言われております。まあヤクルトね、割とこう、去年も山野選手を育成に落としたりっていうところで、結構している球団ではあるんですけど、まあただ社会人の選手っていうところもですね、
結果が出なければ2年で切るっていうことも割と多い球団なんですよね。まあ今までもそれで切られた選手っていうのも何人もいますし、2年目とはいえどですね、かなり危ないのかなっていうふうに思います。まあ最低でも育成落ち、個人的にはまあリリースもあるんじゃないかなというふうに思いますが、ただまあドラフト3位っていう高い順位ではあるんですよね。まあそれを考えたら育成でとどまる可能性もあるので、まあその辺がどうかなっていうふうには思ったんですが、まあ個人的にはまあリリース予想ということでございましたが、で2人目はですね、成田翔選手25歳、プロ8年目、年俸が670万円ということになっております。はい、この成田選手はですね、ロッテ3位指名の選手でございまして、昨年のオフに現役ドラフトでヤクルトにやってきた選手ということでございます。ただですね、1軍ではわずか3登板 3.12 軍、防御率が 5.40、 奪三振率が 5.40、 与四球率が 2.70 ということで、まあ結果は出ず、2軍でも34登板34イニング0勝1敗、防御率が 5.56、 奪三振率が 7.15、 与四球率が 3.97 ということで、まあ2軍でも防御率が5点台ということで、去年ロッテで防御率2点台だったんですけど、まあそれが悪化しているということですね。はい、でまあこの成田選手に関してはですね、まあやっぱね、リリースあってもおかしくない選手の一人かなっていうふうに思いますが、まあただ一個引っかかるのが現役ドラフト組っていうところではありますよね。ここの処遇がどうなるかっていうのは正直わかんないですよね。まあトレードで入ってきた感じはあるので、じゃあまあもう1年待つんじゃないかっていう声もありますし、まあでも現役ドラフトいい順位での指名っていうわけではありませんでした。まあ放出したのも渡辺選手っていうところで、まあやっぱなかなかこう活躍できていない選手を放出したっていう形になりましたので、まあそう考えると1年目であっても比較的切りやすい選手にはなってくるのかなっていうふうには感じますし、左ピッチャー少ないとはいえね、まあまあやはり立場的には厳しいのかなっていうふうには感じます。で同じ左ピッチャーだと長谷川選手とかもですね、候補には上がってくるんですけど、まあただ長谷川選手の方が年齢は若いですし、2軍でも結果残しているっていうところを考えれば、まあ成田選手がリリースされてもおかしくはないかなっていうふうには思いましたが、まあただ現役ドラフト組っていうところをどういうふうに捉えていくかっていうのが、まあなんともっていうところではあるんですけど、気にしなければリリースになってくるのかなっていうふうに思います。まあなのでこの2人に関してはね、こう切りにくいところをまあリリースしてくるんじゃないかなっていうところではありますよね。まあ柴田選手も育成に挟むのかどうか、まあ成田選手は現役ドラフトをまあどう捉えていくのかっていうところ、まあチームも低迷しておりますし、まあ大きくてね、切ってくるんじゃないかなという予想でございますが。はい、じゃあ続いていきましょう。はい、続いて野手組ですね、見ていきましょう。計2名ですね。1人目は西田明久選手、プロ13年目、年俸が2000万円ということになっております。はい、西田選手はですね、2010年ドラフト3位指名でヤクルトに入団、2016年には74試合、2020年には69試合とですね、1軍の、ね、経験がそれなりにあるキャッチャーということでございます。まあただ近年はなかなかこう1軍でマスクをかぶることも少なくなっておりまして、2011年は11試合、22年は10試合、そして今季は1軍で8打席1安打、打率が1割2分5厘、 OPS 0.250 という成績になっております。まあ、今季は昨年を下回る8試合、なかなかねこう出番というのが少なくなってきております。で2軍でも213打席で45安打3ホーマー、打率が2割3分6厘、 OPS 0.671 ということで、圧倒的な成績というわけではなくなりました。まあこうトレードもあるんじゃないかというところもですね、ちょこちょこは言われていた選手なんですが、まあ、年齢的にもねもう31歳、だんだんこう需要というところも厳しくはなってくるでしょうし、現役ドラフトとかで出してもね、それもまあ違うのかなっていうところはありますので、デブス的に考えてもね、やっぱり育成キャッチャー2人誰かしら上がってきそうですし、まあドラフトでも内山選手以来ね試合がでは取ってないので、今年あたり取ってもおかしくないので、まあそうであればね、やっぱ1軍で試合出ていない西田選手が切られるとしたら彼なのかなっていうふうに思います。まあ独立からフィリペ選手を取ったっていうところはあって、足りないよっていうところはあるんですけど、まあ、足りないからこそドラフトで補うっていうところもありますので、となればやっぱリリースでもねおかしくはないのかなっていうふうには思いますが。で2人目は松本優選手28歳、プロ5年目、年俸が850万円、2018年育成ドラフト2位指名で入団、で2年目の2020年に試合が登録をつかんでおりまして、でまあそこから打席数は少ないながら1軍でね活躍っていうのは見せていて、去年も2軍で13ホーマーを放っておりまして、こうね打力に期待されていた選手ではあるんですけど、まあただ今季はここまで1軍で出番はなし、2軍では339打席で79安打5ホーマー、打率が2割6分7厘、 OPS 0.739 ということで、まあ2軍でもね去年ほどは打ててはないのかなというところでございます。今年度で29歳、育成出身で、まあ守備もやはりこう基本的には外野とファースト、やはりまあ立場的には割と厳しくはなってくるのかなっていうふうには思いますね。こうね1軍で打っているイメージっていうのもありますし、去年そこそこ2軍でもねいいバッティングっていうのがあったんで、まあチャンスを与えてほしいっていうところはあるんですけど、まあただなかなか1軍に上がれないっていうところを考えれば、まあやはり立場的には相当厳しくはなってくるのかなと。でまあ野手に関してはですね、
まあ多分そこまでは気にないんじゃないかなっていう気はいたします。まあ今回2人の予想で荒木選手もいるので、まあ計3人というところになってくるのかな。でトレードで西浦選手をね出しているっていうところもありますので、まあまあその辺も考えればやはり野手を切るっていうところはね今年はあまり動いてこないのかなっていうふうには思うんですけど、はい。では次は最後ですね、見ていきましょう。はい、では最後ですね、育成落ち組計3選手ですね。まずは山下光選手、24歳、2021年ドラフト1位指名で入団した選手でございまして、で1年目はですね1軍で2登板のみではありますが8勝利もマーク、まあ、2年目に期待されていた立場ではあったんですが、まあただここまで1軍で登板なしで、2軍でもね実は登板がないということになっております。まあちょっと大学時代にトミー・ジョン経験で、ドラフト指名直後にね疲労骨折っていうのもありまして、去年のシーズンも出遅れていた山下選手、まあ今年も怪我でねちょっと投げれていないっていうところを考えれば、ドラフト1位とはいえどねなかなか厳しいのかなというか、去年もねドラ2の山野選手が2年目で育成落ちになったっていうところを考えれば、まあまあやっぱドラフト1位とはいえどこの山下選手も例外ではないのかなというか、まあそのパターンで行くのであれば、まあ育成落ちにはなってくるのかなっていうふうには思いますが、で続いて2人目は市川優太選手、22歳、プロ5年目、年俸が680万円ですね。はい、この市川選手はですね2018年ドラフト3位指名で入団した選手でございまして、もう高卒5年目ということになります。まあただ1軍で明確な実績っていうのはなくですね、今季は1軍で4登板で14イニング防御率 8.36、 奪三振率 4.50、 標識率 3.21 ということで、まあ4回ね登板機会があったんですけど、結果を残せず、2軍では17登板72イニング2勝6敗防御率 5.38、 奪三振率 7.50、 標識率 2.25 ということになっております。はい、まあ、2軍でも防御率5点台ということになっております。まあなのでプロ5年目、まあ、戦力外もあるんじゃないかっていうところではあるんですが、まあただ2軍のイニングイーターっていうのをしっかりこなしてくれておりますし、まあスタッツ自体はそこまで悪くはないんですよね。まあなんでヤクルトのピッチャー陣の中だと期待できる方の選手かなというふうに思います。まあやっぱねこう来季もある程度投げてほしい選手かなっていうふうに思いますし、リリースすればね2軍の運用っていうのも難しくなってくるとは思うので、であればまあ育成で残しておくっていう感じになってくるのかなというふうに思います。まあそもそも育成落ちもない可能性もね割とあるのかなっていうふうには思うんですけど、まあでも結構枠を開けたいっていうことであれば、まあこの辺をですね育成落ちにして、まあ、他球団に流出っていうところもそこまでないとは思いますので、まあまあやってくるんじゃないかなっていうふうには思いますので5回入れております。で最後ですね、カテカル浩太選手、プロ3年目、年俸が530万円ということになっております。片倉選手は2020年ドラフト6位指名でヤクルトに入団、ただまあ去年一昨年と1軍登板はなしで、今年もね1軍では登板ありません。2軍では16登板で 29.1 イニング1勝0敗防御率が 5.52、 奪三振率 3.99、 予測率が 5.22 ということになっております。はい、この片倉選手はねちょっとねなかなかこう苦しい立場でございまして、プロ入り後にぐっと球速が下がってしまったっていう経緯があるんですよね。まあただちょっとねこう外部のトレーナーの方の下で指導を受けてだんだん良くはなってきておりまして、こう希望は見え始めたのかなっていうふうに思います。まあただですねどちらにせよなかなかね時間がかかりそうっていうところはありますし、こうトータルで見るとあまり成績残していないっていうところもあります。であれば、まあ、戦力外はないにしろ育成落ちっていうのはね枠分けで十分考えられるのかなっていうふうには思いますので、まあまあ今回は入れております。はい、ということでまあ以上育成落ちは3選手ということですが、であとはね、まあ状況によっては奥川選手もまあなくはないのかなというか、まあ今回は入れなかったんですが、まあやっぱね奥川選手立場的にかなり厳しくはなってくるのかなというか、2年目に活躍しましたが、まあそこからね全然投げれておらず、結局まあトミー・ジョン手術も回避したっていう経緯がありましたので、まあまあそういうところをね球団が厳しく見るのであれば、まあ一回育成落ちにっていうねパターンも全然あるのかなっていうふうには思うんですけど、まあただやっぱまあ実績があるっていうところで今回は外しましたが、このあたりがどうなってくるのかなと。はい、ということで以上でございます。最後ね年齢分布見て終わりましょう。はい、ではヤクルト戦力外予想一覧ということで見ていきましょう。ピッチャーはですね、大下選手、成田選手、杉山選手、柴田選手の計4選手、キャッチャーは西田選手、内野は松本選手で、育成落ちがですね山下選手、市川選手、カテカル選手で、引退発表済みが荒木選手ということで、まあ予想は計9名、荒木選手合わせて10名ということになっております。
はい。まあ、やっぱね、ピッチャーを中心に枠を上げてくるのかなっていうふうに思いますし、まあ、今年はピッチャードラフト、まあ、7人、8人くらいもしかしたら取るかもしれないんで、もうちょっとね、枠を上げてくる可能性もあるんですけど、まあまあ、その辺がどうなるかなっていうふうに思います。で、まあ、ピッチャーはね、何人か危ない選手っていうのは当然いるんですけど、まあまあ、やっぱ2軍成績とか見たら、なかなかこう切りにくいよねっていうのもありますし、で、まあ、キャッチャーもね、ドラフト取らなかったら、さすがに西田選手切れないよねっていうところもありますので、まあ、ここはドラフト次第なところもあるんですが、まあ、多分取るんじゃないかなと予想。で、内野に関してはね、奥村選手あたりも結構危ないんじゃないかっていうところはあるんですが、まあ、やっぱり西浦選手トレードに出して、荒木選手も引退ということになります。内野のデプスが若干厳しいっていうところもあるので、まあ、打てではいないんですけど、ドラフト次第では残ることにはなるのかな。まあ、ドラフトでしっかり内野取ったらですね、まあ、リリースの可能性もあるんですけど、まあ、一応今回は外しておりません。で、外野はね、切る人いないので、こんな感じかなっていうふうに思いますが、まあ、計ね、これだけ予想ということでございます。結構順位悪いので、もうちょっとね、枠開ける可能性もなきにしもあらずですが、まあまあ、その辺を含めて、皆さんのですね、意見、予想などコメントいただければ嬉しいです。以上、野球人でございました。せーのゲームセット。ありがとうございました。